食前期が一番伸びるんです、ね、一番苦手だったこの子は一番得意になるまでやった。悩んでるんだったらもう問題解きましょう、やりましょう。共通テストはゴールじゃない、通過点だと思ってください。さて始まりました、アムテスチャンネル。さ、食前期の勉強法について話そうかなと思いますね。いよいよね、共通テストまで残り1週間となりました。まあすごくで、ね、緊張してるとは思うんですけども、皆さんね、まあ自分がどのようにやってきたのかっていうのをね、ちょっと話していこうかなと思います。まあもちろんね、もう自分のね勉強法を確立してるよ、もうあと1週間こうやってやってこうやって伸びていくね、もう順調に来てるから、だからそれを続ければいいんだって人はそれでいいと思いますけども、どうしたらいいのかわからんと、あと1週間なのに全然目標まで足らないよっていう人のために話していこうかと思いますね。まあ自分自身はもう本当にね、いい判定常連というかね、まあいい判定ばっかり取ってましたね。本当にいい判定は一度も取ったことがない。一番下の判定が D だった時は D でしたからね。慶応も千葉大も全部そう、現役も浪人も全部そう、一個もいいものを取ったことがありません。そんな自分でも合格したんです。ちゃんと慶応義塾大学文学部志望で受かりましたし、で千葉大もちゃんと合格しました。じゃあどうやってやってたのかっていうのを話そうと思います。でまず心の持ちようとしてですね、ああもう時間がない、ダメだ、じゃなくて、今が一番伸びる時期だと思うことが大事です。直前期が一番伸びるんです。当たり前です。一番時間がない時こそ一番効率よくやれるんです、人っていうのは。当たり前ですけど、そうですね、夏休みの宿題考えてみてください。いつ一番夏休みの宿題進みます？はい、前日。そうなんです、ギリギリのところで人って頑張る。いっぱいあった時間を無駄にしちゃうよ、たくさんあるからってなって、やべえ、あとこんだけしかない、だからなんとかやらなきゃってなるんです。そうだから一番伸びる時なんですよ。だから諦めないのが大事です。で苦手科目こそ伸ばしやすいじゃないですか。まあこれはよく言われることですね。得意科目っていうのは伸びしろがほんのちょっとしかない、で得意科目やってる方が楽しいからって言ってそっちばっかり時間をかけちゃう人が多いけど、苦手科目めちゃめちゃ伸びしろあるじゃないですか。もう苦手だよ、やだやだって言ってるかもしれないですけど、この短い期間がその一番苦手科目をダーンと伸ばすチャンスなんですから、それやりましょう。で自分自身は、まあ、現役時代だったら数学が最も苦手、一番嫌いな科目でした。でも毎日やりました。当時ね、もうテレビ大好き人間だったんで、テレビついてる時間は絶対に数学をやらなきゃいけないっていう風に決めてたんですよ。おすすめしないですよ、当たり前ですけど、テレビ見ながらなんてやめた方がいいですよ。でもうとにかく数学の問題ですね、ひたすら過去問はもう大量にやりましたし、センター試験ですね当時ので、学校の進路指導室にあったね過去問と模試、そう昔は各予備校がね模試を学校にこう寄付してましたんで、それ全部やりましたからね。本当に一つ残らずやりましたから、数学こんな分厚いのとかねあるんですよ、全てやりました。まあ別に進学校でもなかったから、それをわざわざね持ち帰ってやる人なんかいなかったんで、全部やりました、全問解きました。そしたら一番苦手だった数学が一番良かったわけですね。一問しか間違わなかったですから、もうひたすらやってました。もうなんか日本で一番自分が数学の問題解いてんじゃねえか、センター試験直前はって思ってましたからね。本当にまさにこの1月の時期ですよ、本当にひたすら解いてましたね。めちゃくちゃやりました。そしたら本番はもう本当にね、答えが浮き出て見えるみたいな感じだったんで、ああもうこのパターン来たからこう来る、ああこのパターン来たからこう来るって、スババ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 って解いたんで、本当ね一問だけね間違ったのがめちゃくちゃ悔しくてね、三角比の計算今でも覚えてますよ、30度と60度ですね、逆で計算しちゃってたんですよね。あとは完璧だったんですけどね。でももうだから一問ミスったのが悔しかったんですが、まあという感じで一番苦手だった科目が一番得意になるまでやった、もう大量にやった。もうこれまさに直前期しかやってないですからね、そもそも数学、学校の数学なんて全く分かんなかったですから、全然不明のままやってきて、ただひたすら最初決めるシリーズだっけあれって、それで数学のやり方みたいなのをちゃんと学んで、そのやり方学んだ後にそれを今度はもうひたすら出題形式に合わせてやったって感じですね。で世界史もとにかく苦手だったんで、でまあ現役の時はもう全然ダメです、世界史なんか6割いったのかな、5割だったか、それぐらいだったと思いましたけど、浪人の時はもう最後に世界史ね、12月ぐらいだよねから一気にズドドドドッと上がりましたね。本当に模試とかだと6割とかだったんですよ、センター模試ね。でも本番はちゃんと86
6だったかな。で当時まあ世界史 A と世界史 B あってね、世界史 B 解き終わって時間余ってたから A も解きましたからね。それぐらい一気にこうドーンとね上がったんで、まあ今までね多分こう勉強してきて蓄積したものってあると思うんですよ。だから蓄積した力をドーンとね出す時なんですよ。やりましょう。何やろうか何やろうかな悩んでるんだったらもう問題解きましょう。やりましょう。本当にセンターまでの何週間ですね、1ヶ月あるかないかぐらいですね。そこでブワーッと上がったからね、まあ、それもやっぱ過去問大量にやったのが良かったですね。まあ今まで一問一答とかはやってたけど、なんか過去問ちゃんとやるとかやってなかったんで、ね、やっぱ世界史って言ったらなんかほらね講義聞いてノート見て暗記みたいな感じだったんだけど、ちゃんと問題を解く、ね、正誤問題とかね大量にやってできるようになりましたし、まあ現役時代だったら科学すごいやってましたしね、その頃教科書はほぼ覚えてたしね。でそこからセンター試験のこう問題を解くみたいなのをね一生懸命やってましたね。でまあ英語に関してはセンター試験もできなかった、7割しか取ってないですから、現役時代よりも下がってますからね浪人時代そんな中終わった後に慶応文学部は国立形式ですから、もう国立形式の問題ひたすらやったから、ね、いろんな国立大学の過去問やったりしてね、慶応の文学部もすごい遡ってやりましたね。昔の過去問も手に入れてやりましたから、とにかく問題演習したで、もうぐわーっと最後上がってったんで、そうだから最後まで諦めないことが大事なんです。最後が一番上がるんです。だからその自信があったんですよ。俺は最後になんとかなるんだ、このギリギリでもうやばいってなってるけど最後にきっと上がってくれるはずなんだって信じてましたからね。そしてなるべく朝方にしましょう。これはね本当にやっぱ夜方には不利、まあ、自分自身今ももう3時とかに寝てて朝起きてない生活ですけど、昼から起きてる生活なんですが、これやっぱ受験に向かないですね。当たり前ですけど、だって受験は朝始まるんだもん。まあもちろん多少ありますよ、立教とかね昼から始まりますけど、まあそういうのはレアですから。普通は朝の段階でピークを出せるようにしなきゃいけないですから、だから僕はまあ浪人時代は朝5時からねバイトしてましたから、とにかく朝起きるように無理やりでも自分を起こすっていうのでやってましたから。まあだから多くの人ね多分今受験本番と同じタイムスケジュールでね動いてる人いると思うんですよ。共通テストだったらこの時間にこれだからって言って同じように毎日やってる人もいると思うんですよね。それいいことですからね、その時間にピークを持っていけるようにしましょう。もちろんどうしても無理、もう絶対朝起きれないって人は、まあ、しょうがない夜に勉強するしかないんですけど、ただ本番は大変ですよ本当に。まあ自分もその辛さよくわかってます。そしてなんて言ってね寒い時期なんだよね、本当にこれがね毎回思うんだよね。日本って受験寒い時期にバッチリやるんだもんね。本当これはねなんとかしてあげてほしいよ。雪とかさ本当にかわいそうだよ受験生って思います。本番はねちゃんと着脱できるようにしておいてくださいね。部屋めちゃくちゃ暑いとか窓側で寒いとかねいろんなことありますからね。まあそしていよいよ来週共通テストなんですけども、共通テストで絶対に燃え尽きないことね、まあ共通テストだけだったらいいですけど、普通はまあ二次試験があったりとか次第の一般入試があったりとかするわけですから、教える側になってもやっぱ毎年毎年見てきた、燃え尽きちゃいましたよっていうね。自分がまだ東大通ってた時に教えてた子でねすごい伸びたんですよ。なんか金髪でねチャラチャラのやつで大丈夫かみたいなやつだったんだけど、センター試験の前でグーンって伸びてすごい一気に伸びてよくやったみたいなね、下のクラスだったのにやったみたいになったんだけど、それ終わったらもうさグーンってね下がっちゃったんだよね。あれは本当にね見てらんなかった、もう本当に燃え尽きちゃった、もう何にもやる気が起きなくなって、あれはねかわいそうだったよね。だからそうならないようにしてくださいね。共通テストはゴールじゃない、通過点だと思ってください。もう次第で共通テスト利用とか使わない人はもう単なる練習だと思えばいいです。まだまだ本番は先だと思ってくださいね。そしてこれもいつも言うんですが、スランプの時にできる勉強を用意しておきなさい。まあ自分自身はそのまあルーティーンをバッチリ作っていたので、世界史だったら世界史のカセットテープ聞くとか、テレビついてたら絶対数学やるとかっていうルーティーンを決めてたんで、結構スランプとかなく順調にやってきたんですけど、慶応の入試の1週間前ぐらいですね、いきなりスランプやってきて本当に何も手につかないっていう状況だったんです。ただその時はまあ今ユーテラでやってくれてる、世界史の授業してくれてる佐藤幸雄先生に言われてて、そのスランプはやってくる、誰にでもやってくるから、その時に単純作業で何かできるものを持っておきなさいって言われていたので、幸雄先生の言ってた通りだ、来た単純作業って言って、世界史の、ね、中国史の漢字をひたすら書くっていうのね、3日だったかな、やったよね。ずっとひたすらもう何にも手つかないんだもん。いつもだったら英語の長文読んでたのに長文読めない、古文とかもね読んでたのにもう読めない、全く手につかない、どうしようってなって、そうだ
てて、世界史の漢字をずっとひたすら、そう、漢字練習とかがいいって聞いてたんで、じゃあ国語の漢字でもいいと思うんですよね。理系だったらなんかの計算とかでもいいと思うんですけど、ひたすらもうほんと永遠にやってて、そのおかげで本番そのね中国史の漢字ドーンと問題で出て、よっしゃ書けるってなりましたからね。本当に良かった。はい、ということで、諦めないのが一番大事、当たり前ですけど、直前期が一番伸びるんだっていうのを忘れないで、苦手科目ね伸ばしましょう。でなるべく朝方にね、なるべく朝力持っていけるように同じスケジュールとかでやることをお勧めしますよ。でスランプが来てもルーティンね持っておきましょう。やる気が出ないっていう時にできるものを用意しておくこと、そして共通テスト燃え尽きないでやってきてください。はい、応援してます受験生、頑張ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.